国際連合副事務総長は国際連合の主要機関の一つである国際連合事務局の副代表。国際連合事務総長に次ぐ国際連合のナンバー2の役職であり事務総長により任命され世界で最も困難な仕事といわれる事務総長の職務を補佐代行する。1997年7月16日にコフィーアナン事務総長が 国連総会に提示した包括的改革案、国連の再生から改革のためのプログラムにおいて、副総長職の新設が求められ、12月19日の第52回国連総会における、決議52、12バイトの採択により設置された。アナンは、当初、小形貞子国連難民高等弁務官に就任を要請したが、小形の故事により起用を断念し、 1998年1月12日にカナダの職業外交官ルイーズ・フレシェットを初代副事務総長に任命した。事務総長から副事務総長に委任される権限には以下のものが含まれる。国際連合事務局の運営を支援すること。事務総長が不在の場合に事務局のために行動すること。事務総長を支援して部門間及び組織間の活動とプログラムの一貫性を 確保することと、開発政策と開発援助の中心地として、国連を強化するためのさらなる努力を含む、経済、社会分野における、国際連合の姿勢とリーダーシップを高めること。会議、公式行事及び儀式その他の出来事において、事務総長を代行すること。事務総長が決定する任務を遂行すること。ありがとうございます。